あかんやろ。銀行とか、全銀ネット止まったらあかんやろ。どういうことや。みんなが使うもんやで。銀行って、だからもう一生懸命やんなかあ,あかんよ。もう銀行止まったらあかん。困る人出てくるから、これでだって倒産する人が出てきたら、誰が責任とんねんっていう話やんな、出川。いやー、やっぱアッコにお任せ面白いな。アッコさんやっぱスカッと言ってくれるからな。そうなんだよな。全銀ネット止まって、ちょっと苦労したもんな。振り込み遅くなっちゃったもんな。わかるわかる。アッコさんすげーいいな。やっぱスカッとするな。 アッコにお任せいいよなアッコいいよなアッコにお任せアッコアキ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 コート今年の秋コートまだ買ってないけどどうしよう秋コートのおすすめ誰か教えてくれないかなと思ってるそこのあなた大丈夫今日は秋コートのおすすめを自由で買えるそんな話を はい。というわけで今日は今年の秋コート何を買うという話なんですけれども、そうおすすめするのはこちら。GU のバルマカーンコート6990円でございます。こちらの解説レビューをしていこうと思いますので、最後までじっくりご覧になってみてください。このコート何気にですね、不満点はちょっとありつつも、結局最強なんじゃないかなという結論が僕の中でふつふつと盛り上がってきておりますので、ぜひ最後までその理由を聞いていただきたいと思っております。 私毎週日曜日 MV アイテム自分のオリジナルブランドのアイテムを毎週日曜日必ず発売しております是非よろしければ興味があれば概要欄の MV アイテムストアのリンク踏んでみてください是非よろしくお願いします見ていただくだけで嬉しいですそれでは本編いきましょうというわけで GU のバルマカーンコート6990円えまずですねこのコート 綺麗めででももカジュアルでも使えるというところがまあポイントではあるんですけれどもきれいめでもカジュアルでも使えるコートなんてどこでもあるじゃないですかって思うかもしれないけどこのコートは意外ときれいめカジュアルって言ってもですね 色々あるんですよまずコーディネート見ましょうかきれいめでもカジュアルでも使える例えばデニムを合わせたスタイリングでもスラックスを合わせたスタイリングでも割と幅広くコーディネートに対応できるっていうのがこのコートの大きなポイントかなというふうに思っております。ベーシックなななななデザインなのでそんなにその着こなし,の幅を着こなしは選ばいいというか デニムを合わせたようなアメリカンな着こなしをしてもいいですしスラックスを合わせたようなちょっとヨーロッパっぽいような着こなししてもいいですしワイドパンツに合わせてもそんなに変ではないですしテーパードとかスリムに合わせても全然問題ないですしすごくこう幅の広いアイテムだなというふうに思っております、まあ、スタンダードのデザインだからねただ、まあ、そういうスタンダードのデザインのものってたくさんあると思うんですけどこれに関してはあの綺麗めとカジュアルでも使えるってだけじゃなくてオンでもオフでも使えるっていうのが また一つポイントかなというふうに思いますで、このバルマカーンコートもあの展開するシーズン年によって素材とかシルエットが結構コロコロ変わってるんですよまあ、これもう展開し始めてから多分5シーズン目ぐらいになるんじゃないのかなと思うんですけど毎回毎回シルエットが微調整されて素材もかなり変わってきてるんですね一時期は結構ビッグなサイズ感とかでもあったんですけど今年のモデルは比較的落ち着いた感じのシルエットになってるんじゃないのかなというふうに思います シルエット本当に調整幅としてはそこまででかいものではないんでガラッとシルエットが変わったわけではないと思うんですけどただやっぱりわずかに変わっていて今年のモデルはですねオンでも特に違和感なく使えるしオフでも十分おしゃれに使えるアイテムになってると思います。こののの辺はオンで使うものだからスーーツの上にに着るコートになるコトなと あんまりオーバーバサイズななものって合わないわいけですよ。例えばトレンドの巻下家のコートとかって、まあ、別にスーツに合わなくはないけど、まあ、ちょっとルーズな印象が出るので、まあ、できればもうちょっと短い方がいいでも着丈短くしちゃうと今のトレンド感からするとちょっとロングコートって格好悪くなっちゃうロングコートって今のカジュアルのトレンドだと長い方が着丈が長い方が様になりやすいしかっこいいと思うんですけど。 セミロングオンスタイルではセミロングぐらいが適してるって思われてる言われてるのでこの辺すごく難しいんですよねオン向けに作ろうと思うとセミロングになっちゃってオフ向けには着丈が足りないかといってオフ向けに長く作るとオンで着るとちょっと着丈長すぎてルーズな印象が出ちゃってスーツのスタイリングが少し崩れてしまうというところでちょっとバランスが難しいとは思うんですけどこの GU のバルマカンコートに関しては着丈が程よい長さに設定されていてまあスーツで着てもまあいいよねって感じだし カジュアルでオフシーンで使っても、まあ、全然悪くはないよねっていう、まあ、このぐらい長かったら。ちょっとボリューム感も出て、今っぽいシルエットになるよねっていうところ。この限界ギリギリの部分をきちんと攻めて、最大公約数的なものづくりをしているので。多分、こう喜ぶ人多いんじゃないのかなというふうに思います。で、さらにですね、身幅が広いのがポイントです。このアイテム、まあ、そんな感じで、そんなにビッグサイズには作ってないんですけど。肩はラグランスリーブで、着たあの、身幅は結構広めに作って。 あるしで生地感もちょっと厚めになっているから、まあ、裏地があるからねちょっと厚めになっているので中に肉厚の。 例えばローゲージとかミドルゲージのニットとか入れてもあんまり気膨れしないんですよ秋とか春とかにも使えるし冬にも使えるこのコート春にも使えるのって思うかもしれないけど一般的なこういうステンカラーコートとかと比べるとまあこの時期に出るステンカラーコートと比べると肝感が少ないんですねあんまりこう表面に肝をかけたりしてないのねこの時期にブランドが出すこういうステンカラーってま肝、あ、感があってあったかみのある生地感とか多いと思うんですけどややそういうのがないんですよ肝させて ないのでだから春先に使っても全然問題ないし実際 GU これ毎回春夏シーズンと秋冬シーズンどちらにも出しているので基本的にはオオーーーールルシシズズンン使使ええるる、まあ、夏以外のと思って大丈夫ですで冬場は今僕が説明した通りローゲージのニットとかインナーダウンとか入れてしまえば全然対応できるので、まあ、冬は冬でねウールのコートとか着た方がもちろんかっこいいとは思うんだけどこのコートでまあなんとかミニマリスト的に1年過ごしたいと思ってもそれは可能なわけです。 秋と春はもちろん普通に使えてで冬は中に調整すれば身幅広い分使えるっていうところこれさつまりね今話したけどオンでもオフでも使えるでしょきれいめでもカジュアルでも使えるでしょただテイスト問わないわけでしょ春でも秋でも冬でも使えるだから着こなしもシーンもシーズンも問わないなかなかすごいコートだと思いますあらゆる意味でバランス調整がしっかりなされているコートなのでそれが6990円しかもまあセールの時期とかを狙うと まあ土日祝日とか狙うと大体1,000円落ちてたりするからそうすると5,990円で買えるこれかなりお得なコートになっていると思いますちょょっと細かく見ていきましょう続いて素材について見ていきます素材に関してはこれツイルのポリエステルっていうとあんまりいいイメージない方も多いと思うんですけどこれ最初に出た時このバルマカーンコートが一番最初に出た時と比べると全然素材感実は変わってるんですよ最初 初に出たた時も決しして悪い素材感ではなかったし、まあ、十分この値段だったらあの許せるなと思ってたし僕も YouTube でリコメンドした記憶あるんですけれどもただ何回かシーズンを重ねる度にですね生地のアップグレードがなされていて今回の生地一番いいと思います。 光沢感があんんまり強くないんですよポリエステルってもの、まあ、によりますけどやっぱりこう光沢感っていうか光沢っていうよりテカリって感じかな独特のテカリがあってうそっぽく見えるんですよね。 まあ、ウールライクに見せるポリエステル、まあ、ポリエステルってウールライクに見せるものが多いですけど、まあ、こういうコートとかで使うのだとねウールライクに見せてるのは見せてるけどやっぱりウールとは違う独特のテカリみたいなのが存在してスポーツウェアみたいな微妙なテカリが安っぽさを助長させる感じがあると思うんですけどこれに関しては今回の最新記事に関しては あんんままりそれれが感じられません特にガンクラブチェックに関しては、まあ、柄が入ってるのでテカリがほとんど分からないこれに関しては本当にいい生地感になってると思うしネイビーって結構このポリエステルのテカリが目立ちやすい色だと思うんですけれどもそこまでこうテカリ感が出ていないので,でしかもあのウールっぽいこう落ち感こう柔らかい滑らかな風合いとかも再現できてるこれがファーストシーズンというか一番最初にやった時はもっともっと張り感があってテカリが強かったんですよ。だからその辺がちゃんとこうカバーできてる のがさすが gu。毎回毎回きちんとアップグレードしてるなというのは思います。で、パーツ類もですね。ボタンとかもね。結構高級感のあるボタン使っています。まあ、水牛のボタン使っているとかまではいかないんだけど、ちょっと水牛の高級コートみたいなボタン使いになっているので、クオリティとしては非常に高いものに見えます。 こういういパーツ類でどうしても量販店って、まあ、ユニクロの商品もそうだけど素材すごくいい素材使ってるけどどうしてもそのパーツ類にお金をかけてなくて、ね、ジップがちょっと安っぽかったりだとかこう例えばデニムだったりとかリベットがちょっと安っぽかったりとかそういうところで格を下げてるケースが多いんですけどこのコートに関しては比較的ボタンは凝ったものを使っていて全然安っぽくないむしろこのポリエステルの風合いをきちんとパーツ類でごまかすことができてるのではないかなというふうに思っています。で素材に関して ポリエステルの表地と裏地もポリエステルがついています。 でまあ、裏地がついてることの意味なんですけど、まあ、裏地がついてるとあったかいみたいに認識される方も多いですけど、まあ、別にそんなにはっきり言って変わんないは変わんないんですよねでこれ裏地なんでつけてるかっていうと二、まあ、つ理由があると僕は思っていて一つは表地のポリエステルがそもそもそんなに厚くないんですよ、まあ、ウールと違ってポリエステルなんでそこまで膨らみがないので生地感になのでちょっと一枚で作っちゃうと若干頼りない雰囲気になって なんかコートっぽくならない、カーディガンみたいな雰囲気になっちゃうから、だから裏地をつけて、この触った時のこう厚手の感じをま作ってるのかなっていうのが一つ。あとは縫製ですね。裏地がついてるコートの方が高級って思ってる人なぜか多いんですけど、そんなこと全然ないです。むしろあの裏地がないコートの方が。 あの高級品のことが結構多いですし裏地をつけない方がコストがかかることの方が多いです何言ってんのって思うかもしれないけど裏地ってだって生地使ってる分お金かかってるじゃないって思うかもしれないけど違うんです裏裏地ををけるるとということは裏側の縫製をサボれるってことなんですよ特に GU みたいな縫製をもうとにかくキワキワで安く仕上げなきゃいけないメーカーに関しては 縫製をきれいにすするって相当ハードル高いんですね丁寧な縫製にやろうと思ったら当然それなりのコストがかかっちゃうのでなかなか難しいんですけどただ裏地を張ってしまえばこの裏側の縫製って全く見えなくなるので完璧にごまかすことができるんですよだから1枚仕立てのコートとかを量販店ががあんまりやりやたがらなないそこなんですねブランドとかデザイナーズブランドとかハイブランドとか行くと分かると思うけど意外と1万円仕立てのコートとかって多いんですけど裏側すっごい綺麗に縫われてるんですね。パイピング してあったりだとかほつれが出ないように仕上げていたりだとか。 ポケット裏の始末とかもすごく上手だったりとか、まあ、そういったことってものすごくコストがかかることなので意外とこう裏張ってしまえば中がどうなってても気にしないので基本的には安い縫製工場で、えー、賄えるから、まあ、そうやって裏地をつけることをあえて選択するメーカーっていうのが量販店ででは多いんですね、まあ、別にだからどうってわけでもないんですけどただ裏地がついてるから高級っていうのはちょっとこう違和感がある話ではあるんですね。でシルエットちょょっとと見てみましょう着用すると こういう感じですね。はいなん キ、ねまあ、着丈感はそんなに見えないと思いますけどちょっと別の画像動画を見てもらえばいいかなと思うんですけど、ね、ごめんなさいタグ付きっぱなしですけどもそんなにやっぱり袖ととかかももアームとかもそこまでででダダボダボすするようなな感じではないです、まあ、サイズ感通常のコートとかと比べると、まあ、クラシックなそのビジネス用のコートとかと比べるとやっぱりゆったりはしているんですけれどもそんなにそのバランスのいいシルエットになっていると思います前回よりもちょっとコンパクトに仕上げているはずなのでまあやっぱり やっぱりこう。そこまでね。あの大きな感じもないと思いますね。これでえっ、ー、と l サイズです。175センチ6。6キロの僕が今 l サイズを着てるっていう感じですね。このぐらいのサイズ感になっています。袖の感じもいいいい具合の長さですね。 でデザインに関してなんですけど、デザインに関しては実はいくつか変更点があって前作と比べると変更点があってまず袖先ですね袖先のベルトが調整可能になっていますそして襟を立たせた時に新ストラップが付くようになりましたこういうベルトが付くようにストライプ ストラップが付くようになっていて、ここでハイネックにして着ることができるわけですね。だから、冬場とかハイネックにして、マフラーとかストールとか巻いちゃってもいいと思いますし。しまあ、着こなしの幅がかなり広がったってとこですかね。この袖先もまあ袖ちょっとこう絞ってみると。 こうきつくなるんですよこベルト絞ると割ときつくなるので、まあ、この状態で例えばこう肘ぐらいまで袖をまくってこうやってこう今の時期とかだと着るサイバリ判量みたいにこうあれはジャケットだけどコートとかをまくるっていうのも、まあ、レディースだと結構多いよね。このの商品メンズだけじゃなくてあの女の子が このコートを買ってダボっと着るパターンもすごく多いんですよ。まあ、街中歩いてても結構このコートを着られてる女の子多いですけれども、もまあ、そういった時にね。袖ちょっとあのきつめにしたりだとかっていうのは需要があると思うので、まあ、あとは着こなし方として袖まくったりとかっていうのは全然ありだと思います。コーディネートなんですけれども、このコートに関してコーディネートってあんまりこう別にないんですけど、どんなものでも正直合いますよっていう感じ。別にシルエットもそんなに気にしなくても長い着丈なんで、これワイド合わせてもスリム合わせても基本的に。シルエット シルエットは y ライン、綺麗な Y ラインになると思いますし Y ラインとか A ラインに関しては僕のチャンネルであの基礎理論講座でシルエットの話をしているので是非よかったら見ていただきたいんですけど基本的には特に何も考えなくても様になると思います。 まあ例えばきれいめコーデだったら、まあ、シャツとかニットとか合わせるといいと思います、まあ、スラックスとかで合わせて綺麗にまとめてあげれば、まあ、例えばレストランデッドとかにも対応できるぐらいのシックな着こなしできると思います、まあ、ただあんまりそう地味になりすぎないようにネイビーのこのバルマカンコートを使うんであれば柄物1個ぐらい入れた方が柄物か色物を1個ぐらい入れた方がいいかなとは思うので例えばシャツでストライプシャツ使うとかニットでちょっとだけ色味入れてあげるとか、まあ、そういうことはした方がいいかなとは思います一方カジュアルコーデです ですね。カジュアルコーデでまあ、思いっきりこう。カジュアルに崩したいという方はパーカーだったりとかスウェットだったりとか、デニムとかで合わせるの全然ありだと思います。基本コートがドレスライクなんで結構崩してもバランスはなかなかその悪くならないかなという風に思います。ただ、崩しすぎてだらしなくならないように。足元は革靴にしておくと比較的バランス取りやすいです。チノパンとかデニムとかスウェットパンツとか合わせても革靴がしっかり。足元にあってコートロングコート着てるってな。ると、えー、どんなに崩してもですね。そこま までドレスとカジュアルのバランスが崩れて子供っぽくなることはないと思いますので革靴をセットにしておくとカジュアルコーデもやりやすいんじゃないのかなというふうに思いますさあここであえてデデメメリリッットトに触れててみましょうあえてデメリットこのコートを買うことのデメリットを考えてみるんですけれども、えー、正直ですね僕あんまりデメリット思いつかないんですけどまあ言えばこっちかなガンクラブチェックの方でこれガンクラブチェックすごいかっこいいんですけどもう何シーズンにもわたって GU が定番的に出しているコートでこれ相当上 売れてるから正直見たら GU って分かっちゃうんですよで GU のこのネイビーカラーの方はですねネイビーカラーの方ははっきり言って分からないですまあ、ベーシックなデザインでシルエットもそんな突拍子もないシルエットじゃないし ディティールも特徴的なものが存在しないのでああまあいいコート着てるなぐらいで終わるので GU かどうかははっきり言って判別つかないですただこのガンクラブはどう考えても GU だなっていうのがすぐ分かってしまうので、まあ、この辺がまあ強いて言えばですけどね別にそんなの気にしないしとかむしろ逆に GU って分かっててもおしゃれに見せればそれでいいだけの話なんで正直そこまで気にするかって言われるとそんなことないんだけどまあ強いて言えばアウターが GU とかアウターがユニクロとかってあんまりバレたく な,くないじゃないですか。そこが気になる人はあのガンクラブじゃなくてネイビーの方がいいんじゃないかなとは思います。あとデメリットはあのややサイズ感大きめです。僕175 66で L サイズ選んでるって今言いましたけど。 ビッグシルエット慣れてない人リラックスシルエット慣れてない人はちょっと大きく感じることも多いかもしれませんだからこれあのちゃんと試着した方がもしかしたらいいかもしれないまあサイジング大きいのが慣れてるもうトレンドのビッグサイズ慣れてるっていう方は別に何も考えなくていいと思うけどあのビッグサイズとかあんまり着ないっていう方は一回袖通してから悩んだ方がいいかなとは思いますまあジャストサイズだと思って買ったら大きすぎてっていうのはあのこのコートのレビューの部分にも結構載ってたので、まあ、ちょっとシビアに 考えなきゃいけない人もいるのかなという風に思いますトレンドの着こなしをやったことがないという方は1回試着してみましょうあとはですね、えー、とデメリットもうちょっとありますけどこれ GU らしからぬデメリットだなのと思うのがポケットが意外と少ないんですよ裏地つけてる割にはあんまりポケットついてなくてあの両サイドのポケットとあとは内側にちっちゃいポケットが片側についてるだけ内側にもうちょっとでかいあのポケットつけてもそんなに言うてコスト変わんないんじゃないかなと思う けど多分十数十円上がるぐらいなんじゃないかなと思うんですけどいやでも100円ぐらい上がるかないやそんな上がんないよなって考えるとそこまで気にすることかなって思うんですけども,もう。 1>, 1個ぐらいねポケットでかいの内側をつけてくれると男性は多分手ぶらで歩けると思うんですよね財布中に内ポケに入れて携帯はまあ外側のポケットなのかこの辺のちっちゃいポケットの中に入れれば男性は多分これで手ぶらで歩けるからなんかもったいないなと思います GU ユニクロってそういうことすごく意識するメーカーだけどこのコートに関してはなんかいつまでたってもこの機能性っていうところが見直されないのがちょっと不思議ではありますでそんぐらいですかねデメリットとしてはまあ、服好きとしてはやっぱり素材感だったりとかシルエ にいささかの物足りなさはあるっちゃあるけど、まあ、正直ロングコートの入門編としては十分すぎるぐらいだし、まあ、おしゃれにコーディネートをすれば全然安っぽくも見えないのでこの6,990円の値段からしたらもう最高クラスの選択なのではないかなというふうに評価させていただきます。はいというわけで今日はバ、えー、バルルママカカーーンンココトトですね GU のバルマカーンコートについてお届けしましまた私 YouTube メンバーシップやっておりますメンバーシップではさらにディープなお話ユニクロとか GU とかだけじゃなくて。 デザイナーズだったりとかハイブランドの話ブランド百貨事典とかやっております、えー、最近更新頻度非常に高くてですね1週間で多分5本ぐらい上げてるんじゃないのかなというふうに思いますのでぜひよろしければ登録してみてください今登録すると今までアップした200本近くの動画が一気に見ることができるのでぜひよかったらお得なサービスになってますよろしければ概要欄の方のメンバーになるボタンですね出てると思いますのでメンバーになるで参加してみてくださいまたこの動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録もぜひお忘れなくまたお会いしましょう m b でしたバイバイ